発光する、ウミホタルウミホタルは、アゴ、アシツナカイムシアコウ、ミオドコパジョウモク、ミオドコピダメウミホタルカウミホタル属に属する、甲殻類である。体長3から3.5ミリメートルで、メスがやや大きい。夜行性で、青く発光する。日本の太平洋沿岸に幅広く生息。日本沿岸に生息する、発光性スケカタチムシとしては最もメジャーな種である。 全身を透明な2枚の廃坑で、大円球状に覆っており、米粒のような姿をしている。廃坑は、蝶外状で自由に開閉し、甲に覆われた、南体部には7体の付属子を持つ。第1子と第2子は、触覚で、第2触覚を遊泳に用いる。第3子は大顎、第4子は、小額で共に、捕食のために使う。内輪状の第5子は、 廃坑内に海水を循環させる役割を持ち、小さな第六子がこれに付属している。第七子は、廃坑内の掃除を担い、放乱、放し子時にも活躍する。昼間は、海底の砂中で生活し、夜間に遊泳して、捕食や交配を行う。沿岸生物のほとんどは、潮汐サイクルに支配された生活リズムを持つが、海ホタルは月齢による支配を受けている。遊泳時には、 廃坑前端のスリットから付属紙を出して泳ぐ。遊泳活動が盛んなのは春から秋にかけて。水温が低下するとあまり活動しなくなるが、冬季でも完全に冬眠することはない。正確な寿命はわかっていないが、飼育環境下では生態が半年以上生存した記録がある。雑食性で何でも食べる。スカベンジャー的な食性を示すが、特に肉類を好むようで。 生きた誤解や磯目等を襲って食べることもある。名前の由来となっている青色発光の目的は外敵に対する威嚇で刺激を受けると盛んに発光する。海ホタルは負の走行性を持っているため発光は仲間に危険を知らせるサインにもなっていると考えられている。また、オスは求愛ディスプレイとしても発光を用いる。この光は 海ホタルが分泌する発酵物質が酸化される。際のもので、体外に放出されると同時に、酵素の作用を受けて、海中の酸素と激しく反応する。同様の反応で発酵する生物は他に、魚の金目もどきや、つまぐろ石チが知られるが、これらは、接触した海ホタルに由来しているものと考えられている。なお、 ルシフェリン及びルシフェラーゼは、生物発酵に関わる物質を指す、一般的な名称で、ホタルの発酵機構で言及されるものとウミホタルの、それとは全く異なる物質である。ウミホタルのルシフェリンは、バルグリンであり、一般に、ウミホタルルシフェリンと呼び鳴らされる。なお、この分野の研究において、ウミホタルは重要な役割を果たした。生物発酵が、 ルシフェリン・ルシフェラーゼ反応によることは、デュボアが光りめ付きやカモメガイを材料に示したものだが、これらの動物は多量に集めること、常時入手することなどが難しく、研究を進めるには困難であった。これに対して、ウミホタルは最終型安く、乾燥して保存することもできる上、その反応がより簡単で、発酵物質も安定なものであることはアメリカの、 ニュートン・ハーベイが見出し、研究材料として、大いに用いられるようになった。第二次世界大戦中に、日本でこれを軍事利用した例がある。海ホタルを乾燥させ、これに水分を与えると、微弱な光を放つようになる。そこで、南方のジャングルで偵察を命じられた兵が、海ホタルの乾燥庫を携え、これを行動中の足元に巻くことでかすかな光を、 放つ目印として使用したとされる。ありがとうございます。